昨日なんか眠くなって寝ようって思って寝ました。すっごい眠たくて、で今日もすごいなんか起きれなかったってくらい、うん、眠たいっていうなんか久々の感覚に襲われてます。そう、しかも久々の朝配信っていうのもあるので、おはよう、おはよう。うん、ちょっと今日はね夜配信もできるかどうか。あ、オッケー。そう、すっごいやられてるっす。そう、スワちゃんおはよう、おはようございます。はようしか言えへん。朝の目覚めいかがですか？すごいうーっていう朝です。新潟楽しかった？楽しかったです。なんかその公演終わった後のあの打ち上げも楽しかった。めっちゃ面白かった。朝飯食べたの？朝ごはん基本あんま食べないんですよね。そう、打ち上げっていうのかな、なんかそういう集まりご飯に行ったんですけど、すごい楽しかった。そう、今日はね、なんと実は実はお母さんのお誕生日です。ハッピーバースデーマイマザー。わ、毎日アイドル1年まであと3日？あ、お母さんがメッセージありがとうございます、見てますって言ってる。
そう、お母さん見てるって知らなかった。めっちゃ爪長い今、今世紀最大で今長い爪が。ママさん配信見てる。マニキュア塗らないの？うん、塗りません。お、昨日お誕生日でした。シルフィールドさん、お誕生日おめでとうございます。8月20日、誕生日の人多いですよね。バースデーの綴りかけるのでかいですよね。そう、これは武器や。はい、はい、シルフィールドさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。最近肌荒れがひどくなってきた、こことここの。あんまり肌荒れしないと思ってたけど、やっぱ来るな。ちゃんとしよう。なんかそんな大きいのはできないけど、微妙にふじゅじゅみたいなのができてる。ふずずみたいなのがちゃんとしないとな。よし、今日も可愛いです。え、どこが？全然ですよ。ちょっと朝配信やから。あ、1000人突破してる。1000人突破。素朴な感じ。なんか今日天気悪そう。ん？これ？これはミーヨンさんです。なんか。ハニーシナモンさんのやつでなんか売ってて、でどうしても欲しくて買っちゃいました。そう、ハニーシナモンからは初のメイク道具コスメが出てて、
そう、ミオさんがモデルをしてるのでゲッチューしました。そう、使ってるの？使ってますね。なんかメイクポーチに普通に入っています。二度寝しそうな感じ。お、今日は二度寝したらあかん。今日はあかん日や。腹減り、スズハも腹減りです。でも我慢や、もう今日か我慢するって決めたんや。なんで、つんちゃんにもハニーシナモンさんお願いします。画面潰れるわ。風と戦ってます。ああ、風ってきついですよね。しかもなおさら一人やと。夏風邪ね、今めっちゃ流行ってる。なんかもう今世紀最大くらいに流行ってる夏風邪。では会社に行きます。お、いってらっしゃいです。金曜日の配信はいつも通り朝かな。何、金曜日の配信、水木金。あー、多分そうやと思います。朝配信すると思います。そんな気がする。じゃあそろそろ順位発表して終わりたいなって思います。うん、お仕事タイム。またね、またね。あ、ミーもラブさんお誕生日おめでとうございます。なんだかさ、眠そうやねん。
ゃ丸字。よし、ミヨンラブさん、誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。お誕生日、なんか今日は前髪が変ですね。じゃあ順位発表します。第13位、あ、今日は大きになしです。せいちゃんとマークずんちゃんずさん。12位ドルチャットマークずんちゃんずさん。11位カラフルタンさん。10位若潮さん。9位川瀬さん。8位ホタルアットマークずんちゃんずさん。7位祝18歳、ショールーム選抜とは超絶推し、オレンジアットマークズンチャンズさん。6位 YST 吉和さん。5位孫悟空さん。4位グワシさん。3位ポテチアットマークママズンチャンズさん。2位ショウちゃん。1位ママズおめでとうアットマーク今日はママズおいしさんです。おおきに毎度おおきに、ありがとうございます。そしてたくさんのスペシャルギフトもありがとうございます。ハートとだるまと、いろんな色のだるまと、ハートとだるまバラ、お花束、紫のだるま、ハート、小判、バラ、ハートたくさんありがとうございます。そしてたくさんのお星様もありがとうございます。全部食べてるのでよかったらまた置いといてください。そして1900人の方もありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。なんていうのかな、夜配信はちょっとわかんないんですけど、できたらします。早くこの肌荒れを直します。じゃあありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう。